こんにちは、君が好きに第31回目、2009年10月の24日土曜日、土曜野菜市をしながらのお届けです。私は野菜を作っている留田です。留田さんのお友達の太田です。よろしくどうぞ。ということで、もう秋もだんだんとね、なんというかね、深まってきて、うん、山の木々がね、なんとなく色づいてきましたね。いいですね、いいですね。なかなかいい感じですよ。そうですね。うちにハボタンって知ってます？ハボタン。正月とかに、うん、玄関先に置いておくやつですけれども、うん、それが色づいてきましたね。寒くなってくるとその色がついてくるんで、なるほど、白になったり赤になったり。素敵じゃないですか。季節が分かるというかですね、それでね。そうですね、季節が変わってきましたね、だんだんと。はい、まあ、そういったわけでね、太田さんがね、何か白白言うのでね、うん、ついに、うん、はい、イノシシさんがまたやってきてくださいまして。あ、本当、おかげさまで。おめでとうございます。いらっしゃいませ。今週また来た。はい、そうですね。はい、水曜ぐらいですかね。さつまいもまだごそりと言ってくださいまして。すごいなー。ね、太田さんがなんか起こせなんか起こせって言うから。いや、ネタがないからね。イノシシ来たらネタになるかなと思ったら、またやっぱり来たらね、うん、来ましたね。そのさつまいもを植えとったところっていうのが、うん、紫のさつまいもと、そのちょっと甘い鹿児島の方の安納っていう地方で作られてるそのブランド芋のをちょっと作ってたんですけれども、はいはい、見事に食べられてましたね。あら、特に安納芋の方はもうごっそりいってました。どうすんの。どうしようもないです。ありがとうございます。困った。ああ、なるほどね。そうか、困ったもん。そうですね。まあまあまあ、今年が越せないっていうことになりますね。うん、はいはい。で、その食べられた後のちょっと紫芋取ってきました。あ、そうですか。はい。血がついても構わずそのままバクバク食わですね、はい。本当にすごいな、野生っていうのはね。まあ、どうしようもないですね、これね。どうなんですか、はい、まあ、とりあえずあれですか、やっぱり、なんとかするような準備をしてはるわけですか。もうしてあるんですけども、それを突き破って入ってくるんで、うん、まあまあ、仕方ないなと。イノシシさんのお残りを私たちはいただいて、ね、やっていくと。まあでも、ね、本当によく聞きます ね、こう、イノシシはね、こう、うん、まあ、バリケードを作ってもね、まあ、掘るとか、もう、超えるとか掘るとか、もう、とにかく、はい、上を行くというかね、下を行くというか分かんないですよ。パワーがありますからね。その、ちょっと鉄管とか、下に通してるんですけれども、それを曲げて入ってきますからね、それをこじ上げて。困ったもんです。まあ、で、この、紫芋ですけれども、はいはい、残ったやつが収穫できたんで、それ、まあまあ、ちょっと量は少ないですけれども、ね、これをもう高値で売っていこうかと。なるほどね。いう感じです。やっぱり、その紫も最近なんか人気らしいですからね。はい。美味しいですよ、お芋さんね。はい。そうか。なんでしたっけ、紫芋の、アトシンでしたっけ、なんか、健康にいい感じの栄養素が入ってるんで、ね、まあ、これを食べて食物繊維とビタミン C がさつまいもたっぷりなんで、うん、健康になおかつ美しくなっていただいたらよろしいかなと思っております。なるほどね、はい、困ったもんですよ、獣害というのはね、はい、うーん、なるほど。まあまあ、いろいろとね、市とか県の皆さんとか国の方々にもいろいろとちょっとね、お知恵とかいろいろなものをお借りして、なんとか獣害対策もね、していかないとね、大変ですよ。最近政権が変わったじゃないですか、うん、だからその 農政課の人もその施策がどう変わってくるかわからないから、うん、今何にもできない状態なんですよ。そうね、難しいですね、うん、僕は基本的に補助金とか全然もらってないんで関係ないっちゃ関係ないんですけれども、そのなんすかね、どうなるかわからない状態っていうことを言っておられますね。そうですか。うん、なかなかそういうのもね、難しいですね、はい。で、これができてきたのが、ミニ大根。大根、うん。ちょっとちっちゃいタイプのやつなんですけども、柔らかくてこれ美味しいです。
これやっぱこう小さく、こういう品種なんですか。そうです。これぐらい、これ20センチぐらいですけどね。本当のだったらもう35センチとかなるんですけれども、うん、ちょっとミニでやってます。食べきりサイズでいいと思うんですけれどもね、うん、やっぱり量、重さが少ないじゃないですか。そうですね。だから、そうだ、本当だ、お手軽ですね、これ。うん。なかなか、はい、美味しいやつなんで、うん、食べてほしい。これをね、いかに売っていくかっていうのが問題で、その長い方と同じ値段で僕は売ろうと思ってるんで。うん、どうなんですか、その、なんですか、アイディア。なんか、また、料理しますか、料理。料理していただきますか。なんかね、食べきりサイズで、鮮度がいいとかそういう感じのをなんかやっていかないと、なかなかね、見た目だけで判断されたら、そうだよね、わかんないね、そのどういうふうに活用していったらいいかって、ちょっと買う皆さんにお知らせしていこうかなと思ってます、うん、ね、長いやつ作るのと短いやつ作るのだったら、うん、同じ面積で同じ本数しか作れないですからね、うん、短いだけ損になってしまったら。これは、いや、でも、何、特徴はあるんですか？とびきり美味しいんですか？美味しいです。ね。食べてみましたけど、柔らかくて。もうそこしかないですよね。その、まあ、うん、なんかあれですよ。お客さんからいろいろ、なんか、こうやって売ろう、みたいな。教えてもらいましょう。うん、とめちゃんはとめちゃんで考えて、ね。そうですね。うん、とにかく食べていただいてですね。こんな売り方はいいんちゃうかとかね。まあ、これはもう、これはこれで一つの、まあ、個性ですからね、これ。はい、はい。ね、同じような、ね、大根として一食じゃなくて、このミニ大根はミニ大根でやっぱりね、うん、そのミニの良さっていうのもあるん で、うんですよね、大きいものの良さもあるけども、そうそう、ミニの良さをそのいかに伝えていくか、ね、考えろ考えろ、ね、こっち同じ大根120円、こっちの方が長い、こっちの方が短い、うん、けども同じ値段だけど、このミニを選ばれるような、そうだ、ね、それいるよ、伝え方を本当にな、していきたいと思います。ほんまだよね、はい、そうそう。でもう一つ取り始めたのはこの白菜ですね、うん、はい、大阪の方の野菜、このアクというか癖がなくて食べやすいですね、油揚げと煮るとやっぱり美味しいです。うーん、こういう葉物がねどんどんできていいですね、きますね、うん、うん、なんか元気になりそうな気がしますよ。よし、またいただきましょうかね、これもね。まあ、これからの季節はやっぱり寒くなってくるんで、その虫自体もつきにくくなってくるんで、あ、なるほどね、まあそんな虫食いも少なくて、うん、いいですね、見た目もいいのが取れてきますね、うん、で、まあ、なおかつ寒いからじっくり育つからうまみがあって美味しいですね、うんうん、ね、旬の野菜を楽しんでいってほしいと思います。なるほど、なんかね、これからどんどんと新しい野菜が毎週持ってこれそうな予感がしておりますんで。そうですか。あ、うん、さっきの、まあ、さつまいもはさつまいも、それはそれ。でも、他にもたくさんあるわけですね、じゃあ。はい。とめちゃんの畑には。冬の代表的な野菜がいろいろ出てくると思うんで。はい。あれ、確かね、先週やりましたっけ？やりだったな、先週、月曜日に撮ったから。はい。ね、で前回とか前々回ぐらいでは、ちょうどなんか、真ん中に、空白の今時期ですみたいなことを言ってたじゃないですか。そうそう、収穫できるものがないと。ね。はい、今、これからまた光が見えてきた。そうですね。ああ、これは素晴らしい。うん、冬に向けて。そう。どんどんこの葉物がいい色で、いい出来合いのものが出てきそうですか。はい。やった。出てきます。やっぱり美味しいですからね、寒くなると。まあ、鍋の季節ですし、ね、はい、野菜が主役になりますよ、これから。やった。いいですね。はい。じゃあ、そうそう、時間ですね。よっしゃ。はい。なんか、ないですかね、もう10月も終わりですけど。そうですよ、もう今ただでさえ風邪とかね、インフルとか言ってるでしょ、大変なんですよ。もうでもね、明日僕IT でロックフェスティバルってあるんですよ、はい、プラザの自主事業で、はい、で一応その企画と、あとはまた MC ちょっとしてきますから、なんかしんどいとか言ってらんないです。明日は25日日曜日、もう終わってますけどね、これがアップされるときは。そうですね、もう1ヶ月後ぐらいになっちゃった。あと伊豆市でね、人情劇団の憧れチャンプルっていうのを去年からちょっとスタッフさせてもらっとって、それがまた今週の水曜日になったりしますしね。去年クリスマス僕らやりましたしね、店でやったりね、はい、いろいろやったりしました。ちょっと寒い季節にあったかい音楽をまた僕らも頑張ってやっていきましょう。はい、はい、では、そういったわけで、はい、君が月に第31回目をお送りしました、はい、ありがとうございました。